はい、アプローチの練習してますね。これウォークスルードリルの改良版ですね。今右手一本の方でやってます。はい、ダウンスイングと同時に一歩歩きます。はい、この時に右サイドに体重乗せますね。足は L 字です、ね、前傾姿勢もアドレスが崩れてません、ね、頭の位置も頭1個分左に動いてますね。はい、それで足を元に戻す。で、左手をグリップする。頭の位置とヘッドの位置は動かしてません。どうぞ。うまいですね。はい、頭の位置とヘッドの位置を戻さないで足だけ戻す。はい、そうです。で、体の正面にねグリップがいます。もう一回。はい、非常にうまいです。はい、クラブヘッドがね体の正面にいますね。右肘は上向いてますね。脇がしっかり締まってますね。これが体の正面です。はい、どうぞ。はい、ナイスタイミング。はい、足だけ戻す。頭とクラブヘッドもね戻さない。そうです。そうすると左足の外側が非常にパンパンに張りますね。なぜかというとですね、スイング中もアドレスの時点で土踏まず同士間が押し合いへし合いしてるんですね。そのためにですね、軽いショートステップで振ることができます。足の裏に力入ってないと踏み込みが大きくなりすぎちゃうんですね。これは気をつけたいですね。ね、ほんとゆっくりショートステップですよね。 L 字を書いてます。はい、アプローチのですね、コーディネーション、ね、体の回転と腕の振りが同調しますので、ぜひ、ね、やってみてください。